はい、こんにちは。はい、ゴールドクリーク店長マイキオでーす。コスタは、コスタだよぞ。今日は、全く料理できない男が料理をしますっていう企画です。イエイ。それで、今日はこの金沢の、なんか石川県のソウルフード、ちゃんぽん麺。インスタントラーメンを作りたいと思います。お父さんはこのちゃんぽん麺以外は作れません。全く作れませんが、うちの子供たちはこのちゃんぽん麺は、パパのちゃんぽん麺は絶品やというところで、とりあえず手始めにこのちゃんぽん麺を作りたいと思います。最初に作るのは、この麺を全部は使いません。なんで全部麺を使わないかというと、後で言います。とりあえず4分の1くらいは最初にもう捨てちゃいます。麺を捨てます。4分の1くらいは捨てます。お湯ちょっと多めに張ります。手鍋に。お湯沸いたぞ。戻ってきた。お湯沸いたんで、さっきの4分の1をカットした麺を入れます。はい、入ったらあとはもう煮込みます。普通ならこれ入れるとこやけど、入れません。後で入れます。麺ほぐした。麺ほぐすと、これほらだいぶお湯が多い。お湯が多いね。お湯が多いけどこのまま入れます。このちゃんぽん麺、炒めのちゃんぽん麺のマイキオ流の作り方は、なんと麺を伸ばすことです。でもいい匂いする。うん、麺茹でとるだけやけど。うん、家感じるわ。うん、あるあるわ。うん、家感じ。実家を感じる。感じる。そしてなんとなく茹でてきたところで水がだいぶ多いので、お湯がだいぶ多いので一回手切ろうまで干して、手切ろうまでこのお湯を減らします。はい、だいぶ減りました。干してだいぶ減ったところで、このエビ、まあ、だしみたいなもんやもんね。を入れてちょっと火を弱めます。で、だしを取るので少し煮込みます。そしてなんで麺を4分の1に減らしたかというと、だしがスープの量、スープが薄くならないように麺を減らしてます。だいたいこんくらいの分量で、だいたいこれでもうだしも取れてきたと思う頃なので、粉末スープ入れます。もう火は弱火で大丈夫です。入れます。それでこのスープとの量が。で、どこのこの石川県の家庭でも定番です。生卵。
片手では割れないので両手で割ります。干して、これを置いて、置いたところでもう火は止めます。火を止めて、あとは余熱でこう生卵がこうとろっと、とろっとした感じになるように、いい感じの半熟になるようところで揚げます。じゃあ石川県のソウルフード糸麺のちゃんぽん麺、マイケオ流出来上がり。砂の音。いただきます。はい、食べてください。大丈夫が悪い。うま。え、うまい？うん。え、ちゃんぽん麺？え、うまっ。そうやろ？うん、美味しいってよ。え、美味しいって言うことないよ。うん、うまって言ってしまう。これもうちょっと伸びてしもうとるやん、さらに。え、美味しい。さらに伸びてしもうとるやん。